8月30日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキッス、サンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。先週末はえらい目に遭いましたね。金曜日に日曜日の今日放送されたそこまで言って委員会 NP というやつの収録をしている真っ最中に、NHK が速報を打って、つられて民放も続けて速報を打ってですね、総理大臣、はい、はい、突然辞意表明みたいなことになったわけですよ、はい、番組収録中ですからね、金曜日、うん、金曜日番組収録の、それも日曜日放送で、うん、割とまあバラエティって芸能というか情報系の制作番組なんだけれども、一応時事ネタを扱うから割と報道色もそれなりにある番組で、うんうん、おいで収録の時冒頭しょうがないからですね、今日夕方5時から記者会見だと、これ辞意を表明する可能性はあると、踏んでたんで、踏んでたんで、一応これだけど全く触れないわけにはいかないよなって話になって、バックアップかけとこうかっていうんで、一応冗談も含めて収録の冒頭で、いや驚きましたね安倍総理の突然の辞任って言ったら、冗談が冗談じゃなくなっちゃってですね、その収録中に第一歩が飛び込んできて、うん、立て直すのに10分ぐらいかかったけども、もうその10分かかって立て直した頃には番組の収録が終わっててですね、うん、今日のオンエアに向けて、もう金曜日の夜から土曜日にかけて、もう番組スタッフも徹夜で、どこをどうつなげるかっていう、うん、だから生放送は、はい、生放送なりのリスクもあって怖いけれども、うん、生放送だとありがたいよね、だから時事ネタ扱ってて収録ものだとどうしようもないからね。それで言ったら特盛っていうやつがあるんですよ、読売テレビに土曜日の昼にやってる、はい、これ下手すと2週間前に収録なんですよ。そんな前に時事ネタ、はい、だ昨日放送したやつは2週間前に撮ってるわけですよ、これで、はい、総理どうするみたいな話になってて、はい、あれ僕はその応援を昨日見てないんだけどさ、どうやって応援したかなっていう感じだな。もちろん触れてないですもんね、2週間も前に撮ってる。いやだからその時収録の時に、8月24日の月曜日に、はい、佐藤栄作総理大臣を抜いて安倍総理は連続歴代1位を達成するので、うん、これでもしかすると達成感が出るので、まあ突然辞めるということはあるよねみたいな話は触れてるんですか、ね、触れてはいるんだけども、はい、だけど本当に辞めちゃった話と、あ可能性があるよねでは、トーンが違うんだな。 そうですね、そんなこんなで、まあまあ今日は日曜日の、まあ今日はあれだよね、日曜日のもう夕方から夜にかけてのね、週末の番組ということなんで、うん、はい、もう総理辞任表明の話はもう昨日の ABC の私ラジオ番組で散々話して、はい、昨日の朝のウェイクアッププラスという番組は、稲田知美さんなどにお出いただいて、もうその話散々やって、もう疲れちゃったからね、どうなんだろうか。まあもうちょっとこの後のニュースコーナーで触れるか触れないか今試案中です。試案中で、お二人の興味によって触れるか触れないかと、はい、うん、お二人が別のニュースに興味があるって言うんだったらそれ言ってみようと、わかりました、ということで走り出そうかなと、はいはい、熱いわ、暑いそうですよ、本当に勘弁してよ、もう、はい、今週ユニバーに行ってきたんですよ、うん、ユニバーシティ、はい、ユニバーサルスタジオジャパンね、ちょっと違う、はい、ユニバーシティだとちょっと若くなる、若返っどうですか、混んでました、めっちゃ空いてて、めっちゃ空いてましたか、はい、もうほとんど5分待ちとかで乗れたんですよ、平日に行ったの、平日水曜日に行ったんですけど、チケットってすぐ買えるの、チケットはすぐ買えます、すぐ買えるんですけど、私ホテルとセットになってるやつで行って、あ、ゴートキャンペーンだな、そうです、などだから実質、うん、ホテルに泊まったのが1人2500円ぐらいで泊まれて、朝食付きで、えマジですか、はい、え、ちょっと待ってください、まあ立ち入ったことを聞きますけれども、はい、1人でんなとこ行かないですよね誰と行ったか聞きませんけれども、はい、2人で行ったわけですね、そうですね、2人で行って、はい、同じホテルに泊まって USJ に行かれて、はい、トータルおいくらでした、トータル2万200何円だったかな、2万200何円、それが要するに、ね、GoTo キャンペーンで 35% さっ引かれた後の金額ですね、そうです、それが2万いくらですか、はい、それ結構お得だよね、一泊二日ホテル泊まって朝食つけて2人で、はい、ほんで2人でユニバ行って2万円ちょっと、はい、もうユニバのチケットだけで7800円はするんで1人、はあ、だいぶ、あらも、あら、それちょっと、はい、あ、俺も誰かと言ってみよう、誰かって誰かって行きますか、いやそれがね、はい、それがねすごいショックなんですよ、はい、この間日本放送の、うん、取材で富士急ハイランドの絶叫マシンに3連発で乗ったってやつがあるんですよ、体調が
かんばしくなかった、ね、でそれでその後あの東京の豊島園という遊園地が8月末で閉園になるということが分かったんで、はい、でまあその前に私思い出の遊園地なんで行ってみようと思って行ってジェットコースターとか乗ってるわけですよ、はい、ほいで富士急ハイランドのジェットコースターの映像というやつは日本放送のオンエアが終わった後じゃないとちょっとマナー違反で、うん、私の YouTube で公開するわけいかないじゃないですか、はい、だけどこれ絶対の自信があるんです。あの富士急の絶叫マシーンの一番最前列に乗ってあのハーネスって言ってこう体にカメラ完全にくっつける機械を使って私の胸元に設置した動画のカメラで富士急のあの絶叫マシーンをスタートからゴールするまで完全収録してるっていう映像があの絶叫マシーン3つ分あるんです、うん、でこれの再生回数がドッカーンと跳ねるということを想定していてね、想定していてその前哨戦で豊島園のジェットコースターの映像を、まあ、早めに上げたんですよ。これはもうあの自分プライベートで言ってるやつですから、うん、上げるの自由じゃないですか、うん、まあ富士急ハイランドは日本放送のラジオの取材のついでに言ってますから、うん、これを先行してうちの辛抱の旅というホームページで上げるわけにはいかない、 YouTube のチャンネルで上げるわけにはいかないんですが、うん、きっとジェットコースターの最初から最後までの映像って見たい人は見たいだろうな、はい、別のチャンネルだったら何十万回も回ってるわけですよ。これで豊島園のサイクロンっていう伝統的な有名なジェットコースターをスタートからゴールまで収録したものだから、うん、これはもうあの懐かしいなと思ってくださる人から、行ったことないよという方から、いや最後もう豊島園が閉園だと決まってからチケット取ろうと思ったけど取れなかったという皆さんからすごい急でバズって何百万回行くかもしれないと思って公開したにもかかわらず数百回とかですね、全然バズらねえじゃんって、これバズってもらわないと困るんです。この後の富士急ハイランドの要するに先行指標になりますから、これでガツンと回ってくれりゃですね、次の富士急もガツンと回るだろうと予想がつくんですが、うん、豊島園のジェットコースターが回らないんですよ。これ面白いのにな、ね、残念だな、はい、あ、そうか、恵美子ちゃんと言って、はい、恵美子ちゃんがキャーとか言えばいいんだ。あ、おっさんが乗ってるジェットコースターなんか見たくない。あ、そうだな。それ辛坊さんの顔がじゃあずっと入ってるってわけですか。いやいや、私の顔は入ってますよ。私の胸元に前向きにカメラをくりつけてますから、で私がブツブツ言ってるんです。ギャーって思って。それはちょっと怖いかも。ギャーありえへんわこんなんとか言うてるんです。よく言うのはあれですよね。最初の映像が大事って。最初顔出してたりとかしないとこう再生ボタン押さないって言いません？ああサムネイルみたいな。景色で始まってたらよくない。じゃあ分かった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 。そうだな、うん。最初のサムネイルに使う画像だけ、サムネイルっていう見出しに使う画像だけを、うん、あの割と薄いものを着た恵美子ちゃんの写真にしとくとか。何でそこ、なんか風で飛んできそうな、風で飛んできそうな服を着ておいて、はいはい、もしかするとスケベ親父が勘違いしてクリックするとか、そういう方向だな。開いたらずっと辛坊さんの声。とにかくね、私の YouTube の動画はね、笑っちゃうぐらい誰も見ないんだ。それが不思議なことによ、はい、会員登録はもうすでに5万人突破してるんですよ、うん、5万人突破ということで言うと、はい、YouTuber の世界で言うと、うん、まあまあ中堅の芸ぐらいは言ってるわけですよ。そうです ね中堅の芸ぐらいまでの会員登録があるにもかかわらず、うん、一生懸命編集してあげてる画像が数百回とかなんで、不思議で全く努力もしないで、はい、いやまあ努力しないというのは言い過ぎですけれども、はい、この番組のオンエアを収録してその同じ YouTube のチャンネルに流してるじゃないですか、うん、ここはね毎週、まあ、前後半分けてるんですけども、両方合わせて4万ぐらいは回るんですよ。うーん、4万ぐらいは、はい、でも私が一生懸命上げてる動画は数百体張ってるのに狙わない方がいいんじゃないですか、あんまり。うーん今回は待ってほしいんだ。だって今度の富士急むっちゃ面白いよ。だって富士急の富士山っていう最強の、世界最強のキングオブコースターって言われてる、うん、あの最強のジェットコースターの最初から最後までずっと喋ってるからね。それなんでかって言うとラジオの取材だから喋、はい、らないと分かんないから。そうですね、ラジオ大変。あれ絶叫マシーンに乗りながらね、うん、ずっと最後まで喋り続けるって尋常じゃないよ。それは何、その今見えてるものを実況してるんですか。いやいや、だからそのいかに富士山という、はい、いうあの富士急ハイランドのジェットコースターが例えば全長何メートルで、全体行くのに3分何秒でとか、最高速が何時速何キロで、最高到達点が79点何メーターとか、あ、そういう話をずっとしてるわけです。すごい。でも、シンプルにあのなんかこの
続々感を味わい時に味わいたい時にそのデータ言われても確かに解説入ってこないしいらないってなるのかもしれないです、ね、悪かったな一生懸命やってんだよこっちは。でもちょっと面白いかも。私もあの USJ のフライングダイナソーで一回練習してみます。フライングダイナソーはきついね。フライングダイナソーはきつい。同じような感じじゃないですか USJ のフライングダイナソー。今回乗った？今回乗ってないんですよ。なんで？いやなんかその一緒に行った人が嫌いって怖いの。怖いの嫌い。はい。あそれはしょうがないですね、はい、多分ね今の話の文脈で言うとね、はい、女性ではないな。というのがね、なんでですか？富士急ハイランド今回ってびっくりしたんだけど、はい、富士急ハイランドって日本最強の絶叫マシーンの集中してる遊園地じゃないですか、はい、若い女性ばっかり。私の友達絶叫嫌いな子ばっかりなんですけど特殊なんですかね。いや今ね、はい、私の YouTube じゃなくて Twitter の方に、うん、それはもともと日本放送の第2週の番組宣伝のために言ってるから、うん、Twitter に予告動画で実際 YouTube 一つの乗り物乗るのに3分ぐらいで編集が上がってるんですけれども、うん、3つのジェットコースタートータルで1分弱の動画を私の Twitter の辛抱の旅 N というので上げてるんですよ、はい、これあっという間に1万回2万回回るのね、うん、でそれを見た26、7歳ぐらいの女性が私のところメールが来て、はい、下さん行きたくなりましたみたいな。だから女性にもいろいろなんだよ ね。あでも確かに好きな人多いんですかね。絶叫マシン好きな女性結構いるんだと思うよ。だって本当に富士急若い女性ばっかりだったもん。もうなんか私はもうこういう年だからさすがにそんなことしませんけども、はい、一緒に行ってた鍋ちゃんはすれ違う女の子全部声かけてた。嘘すごい。嘘。さあ参りましょう。はい、では始めて参りましょう。辛坊治郎サンデーキス。この番組は日曜の酔いの口キス FM 神戸から辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ。この後午後8時までお付き合いください。お聞きいただいたオープニングナンバーは熊本県のキッスネームロドさんからいただきました。ありがとうございます。熊本の方ですか？はい、井上陽水と安全地帯で夏の終わりのハーモニーでした。メッセージをご紹介します。はい、ありがとうございます。辛坊さん、ジュリアさん、エミコさん、スタッフの皆さんこんばんは。ゆで卵の話ですが、うちのゆで方は辛坊さんと全く同じです。穴を開けておくと殻も剥きやすくなります。そうなんです。うちでは沸騰したお湯にまとめて10個の卵を入れます。タイマーは6分でスタート。まず6分で5個取り出し氷水で冷やします。再度6分で5個は固ゆでにします。あ、6個が半熟で6個が固ゆでね、はいはい、半熟の卵は殻を剥いてめんつゆにつけます。めんつゆはそうめんつゆ程度の濃さで十分です。味付き煮卵みたいな感じになるんだ。美味しそう。美味しそうですね。ビニール袋に 200ml のつゆと一緒につければご飯の上に乗せて朝ご飯にぴったりです。いや、あのね、卵って本当に茹でるだけで、はい、もう本当あと一手間でむっちゃ一品のちゃんとした料理になるよね。はい、1日後にタッパーに移せば1週間は持ちます。最後は黄身が固くなり本格的な味付け卵です。お試しあれ。あ、置いてた半熟卵も置いてたら固くなるみたいですね。でもね、私は東京で一人暮らし始めてるじゃないですか、はい、東京で一人暮らし始めてると卵買いますよね、うん、卵って大体スーパーで買うと10個パックですよね、はい、10個パックで買ってきて、でこれ卵ってね生だと割と長く持つんですよ。はい、ところがね茹でた方がね腐りが早いんです。そうですね。まあ明らかにそうですよ。戻そうと思って私生で置いとくと1週間2週間は平気で持つんですけど、はい、茹でるとね冷蔵庫入れといても1週間ぐらいが限度だね。1週間も持たないね、うん、あれは。俺もだから例えば4つ茹でるじゃない、はい、で今週4つ全部食べきればいいんだけれども1つ2つ残って、で大阪帰ってきて1週間空いて向こうに行って月曜日ならまだいけるけれども、うん、水曜日まで行くともうダメ、うん、あ、茹でもう味でわかります。いやもう茹でに、あのね卵ってね割と腐るとね匂うから、フランシューがもうそうだからそこまで何する。いやだから、いやとにかく皆さん夏場気をつけてください。茹でてるからといって安心しないように、むしろ生卵の方が持ちますね。なんか生だと
1ヶ月ぐらい、賞味期限はもちろん超えちゃうんですけど、あの1ヶ月ぐらいは一応大丈夫らしいですね。あの基本的に何でも大丈夫とは言いません。もう自己責任でやってください、はい、ただ一般論として、まあ同じ卵があるとして、茹でてあるのと生卵でいうと、生卵の方が日持ちします。餅でいうとそうですけど、例えばあの生卵の賞味期限がもう切れそうっていう時に茹でて1週間延命させるっていう方法を私はしてたんですけど、それは間違い、あ、みたいです。その火を通して持たせるっていう、基本だから賞味期限が切れたものを食べることをおすすめしないので、だから確かに賞味期限のギリギリのところで一旦茹でてリセットして、そこで完全に殺菌ができるわけですから、はい、家庭でにしちゃうと、うん、そっからまあ何日かの、そっからしかし茹でた卵が1週間持つかどうかっていうのは若干疑問はあるけれども、でも、うん、いずれにしろ皆さん新鮮なうちに食べましょう。それが一番ですね。はい、はい、これ以上は各々自己責任で腐った卵を食べてお前のせいだと文句を言うのはやめてください、はい、お願いします。お願いします。はい、この後は辛坊さんのニュース解説です。ジローズニュースピックアップ。このコーナーでは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきます。まあ、今週はね、普通のニュース番組だと、うん、もうあの総理辞任表明みたいな、辞意表明みたいなところで一色ですけれども、まあそれ以外で、うん、気になったニュースがあれば、じゃあまあちょいと喋ってみますかっていうぐらいな感じですね今日は、はい、どうですかお二人、何かありました今週？なんかすごくちっちゃいニュースだったんですけど。それはちっちゃいなまだ言ってません、まだ言ってません。あ、そうですか。はい、副業と本業の時間設定、事前に設定するっていうニュースがなんかあって、あの副業を今行う労働者が多いので、その本業と合わせた労働管理が必要だっていうニュースを見たんですけど、ちっちゃいなちっちゃいっていうか、ね、あ、いやいや大事なことだけれども、うん、よくそんなマイナーなネタ見つけてきたね。それなんか私あんまり、あんまりというか全く会社勤めをしたことがないんで、労働基準法ってそんなに気にしたことがない。あのね、労働基準法以前の問題なんですよ、はい、基本的に日本の会社って長年副業禁止だったんです、うん、ところが働き方改革と同時にですね、これ構造的な問題ですけれども、はい、男性の賃金が実は相当下がってきてるんですよ。昔はね、昔はよ、これを言うと、まあ、あの、いろんなところでこうハレーションが起きるので、もうすごいあの、靴の上から足をかくような表現というかですね、奥歯に物が3枚ぐらい挟まったようなっていうかですね、はい、もうあのそういう表現にとどめますけれども、昔は、男が外に出て働いて給料を稼いできて、給料を家の中に入れて奥さん専業主婦で2人子育て、今でもあの年金のモデルなんかそれ踏襲されてますよね、うん、で、そういう時代はあの会社の責任として中小企業に至るまで家族を支えるぐらいの賃金を男性に払うというような社会的コンセンサスがあったんですよ、はい、ところがですね、男女雇用機会均等法以降、男性と女性を賃金を同じにしなきゃいけないって言った時に、その男性の賃金まで女性の賃金を引き上げりゃ何の問題もなかったんだけど、企業は一定の利益と一定の収益の中で運営してますと、女性に基本こんだけの給料を払うとすると、トータルの賃金の中でバランスを取るために男性の賃金をね、平気で下げるって、それでバランス取る企業っていうのが結構出てきて、昔に比べて言うと男性の賃金が相対的にだいぶ下がってる印象ですよね。となると何が起きるかというと、はい、男性の賃金だけで奥さん専業主婦で一家支えられるかっていうと、支えられないぐらい男性の賃金も下がってきちゃったということがあって、賃金上げろっていう圧力の中で、いや企業はうちはもうそんな払えませんよって、男女雇用均等法で男女同じ賃金なんでしょって、それを言い訳にすんなよっていう議論なんですが、現実に起きてることはそういうことだからしょうがない、しょうがなくないんだけど、そういうことってあるわけですよ。ほいで、あの国はどういうふうに政策を展開したかというと、それぞれの企業の就業規則ってありますね、はい、それぞれの就業規則って、大企業は自分で考えて弁護士とかいろんな人を入れてそれぞれの会社の就業規則って作るじゃないですか、うん、ところが日本国中の中小企業は自分で就業規則を作るだけの能力がないっていうか、組織じゃないわけですよ。だけど人を雇うときに一応就業規則決めなきゃいけないっていう決まりにもなってます。どうするかというと、厚生労働省が、まあ、元の労働省がですね、
ひな型っていうのは作ったんです、うんうん、で日本中の企業はその日本の中央官庁が作るひな型を従ってそれをもうそのままコピーして会社の名前とこだけ変えてこれうちの会社の就業規則ですってやってたんですが、その元々の作っていた厚生労働省の就業規則に長年副業禁止が入ってたんです、うんうん、だから日本国中の中小企業はみんな副業禁止にしてたんですが、さっき述べたような事情で賃金がガーッと下がってきて副業禁止のまんまじゃ生活できる賃金にならねえじゃねえかよって、賃上げしろって言うんだけど企業の側はそんなこと言ったってあげられないよ、じゃあもういいよバイト禁止にしないから外行って働いてねって話になって、何年か前に実は厚生労働省のモデルの就業規則が変わったんですよ。どう変わったかというと副業禁止じゃなくなったのね。で日本国中の企業が新しく、まあ、昔からの企業は昔からの就業規則使ってるはずですけれども、新しく厚生労働省のひな型を借りてきてそれ使う企業は副業禁止になってないんです、じゃなくなってないんですよ。だから副業できるようになった。だけどそうすると別の観点の批判が起きるわけですね、うん、あれ今労働法制って週40時間で1日8時間かける5日で、1週間の勤務時間って基本対賃金でいうと基本は8かける5だから8が40時間がマックスで、それ以上は残業だよ。残業に関しては労使協定で何時間までできるというやつを決めて、それで割増賃金払わなきゃいけませんよってなってるんだけど、これ副業は OK ということにしたときに副業分の賃金はどうなるんだと、で過労死がこれだけ問題になってるのに副業 OK にして、それでどんどん勝手に副業して一月の労働時間が300時間とかみたいなことになって過労死しちゃったときに誰が責任取るんだっていうような当然ツッコミが入るよね。それでどういう決め方をするかというと、副業は認めるんだけどその副業分に関しては一つの主たる最初の副業じゃなくて本業の会社で残業したら割増賃金出るんだから、副業する場合にはその副業させる会社には本来の会社が残業させた時と同じ割増賃金を払えって話になって、トータルの残業時間の上限を決めなきゃいけないみたいな話になって、さっきの恵美子ちゃんの話につながっていくっていう構造があるんだけど、でもほとんど意味ないよね。だこれ決めたからって言って、じゃあ残業副業する人が副業する企業のところの労働時間と本業の労働時間を合わせてトータルで労働時間の上限を守りながら、なおかつその残業に相当する副業の部分は副業を指す会社の側が割増賃金を払ってって、現実的じゃないよな、うん、いやなんかすごい、むしろそれが実現できたのか夢のような話だなって、全く現実離れしてるんですよ、はい、だけど役所としてはいろんなところで突っ込まれるから、一応こういうふうに、役所としてはこういう方針です、ちゃんと総労働時間が過労死にならない基準の中での副業にとどめてもらって、なおかつ副業に関して言うとメインの企業で残業したのと同じだけの賃金は払えるような制度にしましょうって建前として作ってるだけの話で、こんなもん本当に実現なんかできるわけねえじゃん、役所の仕事ってこういうことだよっていう、まあ言うや典型だよね。副業で雇う会社はその残業分、そうですね、割増賃金しないといけないということになると、やっと得ないですよね。そういうことですね、そういうことですね、そんなお金うちだからまあまあそうなんです。だからもう本当にね、非現実的だよね。だけど一応こういうことの枠組みはできてるわけだから、追及された時、いや一応その過労死しないようにちゃんと国としては考えてますっていう。だけどまあどっかから先はやっぱり結局自己責任って話になっちゃうんだろうね、さっきのゆで卵じゃないけどね、と思います。はい、はいはい、ジュリアちゃん。もう一つ今日何ですか、取り上げてもいいかなと思った話題が、携帯電話 の、うん、電話番号の乗り換えの手数料が無料になるっていう話ですけれども、はあ、菅官房長官が以前その携帯電話 の、 毎月払ってる金額はあれが高すぎると、はいはい、引き下げられるっていうのをお話をされてて、はい、でまあ、新しい楽天とか、まあ、いろんなところがこう参入 しましたけれども、うん、結果引き下げにはなってないですよね、電話料金とかもろもろ全くなってない気はしますね。手数料だけがこうその無料になったとて
なんかその大手の携帯会社がそれぞれ引き下げ競争に走るかと言われるとそういうことにはなさそうな、まあ、大手の携帯電話会社って今日本で3社か、はい、楽天が参入して4社になるのかな、なんかそんな話いやならない、今のところ3社かな、はい、NTT とドコモとソフトバンク、まあ、3社ぐらいであったらやっぱり3社ともね利益率がやっぱり非常に高いらしいよ、うん、だから本来はやっぱ欧米に比べると 20% いやちょっと高いよね、やっぱ世界標準に比べると日本の携帯電話代は高いので一月のかなりの若い人は一月の支出の中で占める割合がもしかすると携帯関連が一番多かったりする、そうでもない、1万円ぐらいします、私も1万円ぐらいしますね、1万円ぐらいする、だけどさ、はい、なんかほらたくさんパケット昔はパケットって言ったけど今パケットって言わないのかあ、まあまあでも、はい、パケット通信料、はい、ええ、あうちなんか家族で入って月50ギガとかまでいけるやつだから、うん、まずいっぱいならないけどね、それで、うん、だから新しい携帯どんどん買い替えてそれもあの月払いで払ってるとやっぱり月1月1万ぐらいいくのかな、どうなんだろう、そうですね、結構本当どれぐらいみんな何に使うかだと思うんですけど、今の人たち外で YouTube とか見るんで移動時間電車の中でずっと YouTube つけてたりとかするんで、そうなんだね、全然一人で、はい、冒頭私がぼやいたようにそうですよ、シンボーさんの YouTube 見るのにも YouTuber として見てないだろ私、見てないかなあ、見てないかなじゃないよ、見てないに決まってるだろそれそうだよ、はい、あんたたちですら見ないんだから身内ですら見ないね、本当にどういうことだそれ、いやでもその見るのにあのパケ放題みたいなね、ギガが20ギガとか使える人たちはいいんですけど、使えない人たちはすごいギガ数食うんで、うち俺50ギガ使えるけどね、あ50ギガ使えたら、50ギガ使えたらもう全然、はい、全く問題ないですね、はいはい、だから Wi-Fi 使わなくてもほとんどいけますね、うん、しかも最近そのね電話番号よりも SNS で電話することが多いじゃないですか、はい、多いです、だから番号のあの乗り換え手数料を無料にされたとて、なるほど、それを使わないだろうって、絶対使わないし、まあ、使う場面もありますけど、あれそうだよね、あの電話番号を教えるとすごいリスクがあるけれども、あの LINE の ID みたいなやつだったら、うん、もうこっちからもうここダメ連絡取りたくないと思ったらすぐに切れるっていうか、あもうブロックが簡単なんですよ、着信拒否よりも簡単 で一旦電話番号まで教えちゃうとあれでしょ、と私ね、はい、その手の SNS みたいなのやってないんですよ、ほだもんだから、あの誰かにこう連絡しようと思うと、うん、ごめん電話番号教えてになるわけですよ、電話番号教えてになると相手はですね、相手はほらあの警戒するじゃないですか、はい、だから私ね誰とも連絡がつかないのでも最近はあの LINE 教えての前に一段階あのインスタグラムのアカウント教えてっていうのがあるらしいです、その方が単純、それであと DM のやり取りだったらまだなんかもっと軽い、ダイレクトメッセージ、ダイレクトメッセージです、はい、もっと軽い感じがするじゃないですか、でそこからあのよく連絡を取るようになったら LINE 教えてってなるらしいです、でそこからさ、はい、それダイレクトメッセージのやり取りで良くない、はい、なんでそれそこから LINE 教える必要がある、あの人にもよると思うんですけど、例えばあの SNS もものすごく使う人とかだったりフォロワーが多い人だったらもう通知がバンバン来るので通知をオフにしてる人が多いんですね、はい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 、だからそのダイレクトメッセージだったら気づかないからやっぱり LINE の方がみんなチェックするんで連絡取りやすいのは LINE なんですよ、ただなんかそのあのちょっと仲良くなりたいとかそういうね仕事とかじゃない連絡だったら DM の方が気軽にできるっていうのもあって、うん、一応私インスタグラムも始めましたし、はい、ツイッターも始めましたけども、はい、見事に誰からもダイレクトメッセージ来ないよだから辛坊さん次あの若い女の子とかに連絡先を聞くときはあのインスタグラム教えてって言ったらいいかもしれないです、ちょっと待ってください、はい、どうして若い女の子に限定するわけですか若くない女の人はそれ今すごくね、はい、なんで若い女の子限定なんだよって、だって辛坊さん若い女の子が好きなのかなと思ったんでね否めないんですよね、絶対ね、はい、ちょっと待って、誹謗中傷やめろ私より下のそんなことはないわ、そんなことはないわ俺基本的に、うちの神さん世代の前後がメインターゲットだわ、あじゃ あのそういう方たちにも聞いてみたらいいんじゃないですか、はぁ他にないのネタ他にで
カノニュース、俺大阪都構想の話で、はあ、どうぞ。自民党が結構府議会、市議会で、まあ、賛否割れて、ごたごた続いてたなっていう。そうですね、まあ、前回の大阪都構想の住民投票の時には、自民党は一丸となって反対でしたけどね、はい、今回、府議会が分かれましたよね。うん、でやっぱ府議会と市議会が分かれるのは、あの納得できるっていうか、分かりやすくてですね、はい、うんうん、府議会は都構想になっても残るわけですよ、はい、だから大阪府のまんまなのか大阪党に名前が変わるのか分かりませんけれども、うん、基本的に大阪府という枠組みは残りますから、府議会議員は選挙地盤も含めて全然痛まないのね、うん、でもともと前回はもともと維新という政治集団は大阪府議会議員の自民党の皆さんが2つに割れてできた集団だから、うん、残った側からすれば結託そ悪いからっていうんで、もう徹底的にこの仲が悪くてっていうのがありましたけども、それから何年も経ちましたから、だから現状の府議会議員の皆さんは純粋に賛成か反対かが言えるっていうか、そういう立場が取れるんですけどね、うん、でなおかつ自分の選挙地盤に影響ないですから。ところが大阪市議会議員となると、うん、自分の選挙地盤根底から失いますからね、はい、だって市がなくなるわけだから、はい、その次区議会議員になるのかっていうと、なんとなくやっぱり市議会議員より区議会議員の方が格が落ちるような気がするし、はい、今まで培った選挙地盤もなくなるわけだから、うん、そうするとまあ市議会議員の皆さんが徹底して反対する理由はよくわかりますけどね、うん、あれ議会で通った後60日以内に住民投票じゃないですか。はい、まあ、厳密に言うと議会で通って、府議会で通って、市議会で通った案をなんとか委員会っていうところに提出したところから数えて60日ですけど、まあまあ、協議会、うん、だから基本的には同じです。だからまあ6月1日じゃなくて11月1日ですね、はい、日付的にはこの日にやるかやらないかです。そのルールがあるけれども、もしその間に赤信号が灯ればまた延期するかな。それがね、できるかどうかに関して言うと、はい、よく制度的によくわかんないらしいんだよね。必ずしも自動的に停止できるようなことでもないらしい。俺もなんかそれちょっとうろ覚えでごめんねんの世界なんだけど、うんうんうん、だから自動的にじゃあ府や市の権限で、うん、時計が回り始めちゃったやつ止められるかというと、確かなんか国の関与かなんかがいい対話な気がするな。そんなに単純ではないんだよね。結構大ごとになりそうですよね。だから私は今のところは11月1日にやると思いますけどね、はい、でこれで否決されたらもう終わりです。もう完全に終わりになっちゃう、まあ、完全に終わりになると思います。つまりもう今これを推進してた例えば松井一郎さんなんかが、うん、もうこれ本当言うと今コロナがこんな情勢の中で11月1日に住民投票に突っ込むのはリスクがあるよねってみんな思ってるはずなんだけど、それでも11月1日の住民投票に突っ込んでいくのはもうこれが最後のチャンスで、うん、これダメならもうやめるっていうような、そこまで身体問題にも関わってくる、はい、もう身体問題っていうかもう多分モチベーションが持たないよね。20年かかってる話だからね、最初の時から20年ぐらい。そんなかかってます、橋本さんの時に始めたんじゃなくて。いやいやいや、もっとこの概念自体はもっともっとはるかに古いんですよ。もともと自民党の大阪府議会の皆さんがのまあある意味そうだな20年、そうですね、構想がなんとなくスタートして私の知ってる限りは20年ぐらい経ちますね。自民党はで一つの大きなきっかけになったのは、うん、先島庁舎っていうのに大阪府庁を移転するかどうかっていう、これの賛成反対っていうところの論争があって、これが何年ぐらい前かな、15年ぐらいかな、なんかそこが発火点ですから。橋本徹なんか出てきたのはもっとずっと後ですからね、大阪都構想。橋本徹はもう途中から維新の人たちがリクルートして連れてきた神輿みたいなもんですから、はい、もともとの構想はずっと古いですよ。11月1日に開催されるのか、そうですね、その結果も気になるところですよね。そうですね、まあとにかく大阪市と大阪府はまあ昔は揉めてましたからね、うん、だって今の先島庁舎ってさ、うん、昔はワールドトレードセンターね、であれ大阪市がバブルの頃建てたんですが、高さ256メーターなんですよ、うん、でバブルの時は大阪市と大阪府は何かにつけて喧嘩してましたから、うん、で大阪市が256メートルのワールドトレードセンターを建てるって構想を発表したら、うん、大阪府はリンクゲートタワーっていうのを建てるっつって、高さ 256.1 メーターですからね0.1 メーター伸ばした、はい、高さ競争を繰り広げて、だから日本で当時3番目と4番目かな、なんか高さが、
で日本で一番高いのはランドマークでしょ、あ、じゃないや、アベノハルカスで、その次は横浜のランドマークで、はい、その次がどっちかのはずですよ。どっちかって今まあ10センチリンクゲートタワーの方が高いんですが、リンクゲートタワーはもともと大阪風の高層ビルです、うん、でワールドトレードセンター、これ今大阪府が大阪市から買収して大阪府の持ち物になってますけれども、もともとは大阪市が共に1000億以上金かけて、その後二足三本で叩き売るっていうことになったんです。府の遺産なんて言われてたりもしますけどね。いやまさに大阪の府と市が合わさると不幸せって言われてた時代の高さ、10センチの高さで競争するか普通すごいな、はい、まあ、そういう時代を考えると今の大阪府と大阪市の蜜月関係は各世の感がありますよね。だからあんまりあの必要性が薄れちゃってるっていうところもあるんだよね。あ、今うまくいってるならそれでいいじゃんって話ですね。確かに、はい、辛坊さんのニュース解説前半はここまでとなります。後半7時台にお送りいたします。番組では皆様からのメールやツイートお待ちしています。メールはリクエスト曲を添えて番組公式ホームページからお送りください。ツイートはハッシュタグすべてカタカナでサンキストつけてつぶやいてください。世界各地からいろんな情報どしどしお待ちしております。以上ジローズニュースピックアップでした。お聴きいただいた曲は大分県キッスネーム湯煙美人さんからのリクエストで中島みゆきで空船でした。あら、これをずっと TOKIO の曲だと思ってた。あ、TOKIO 歌ってましたね、うん、だよね。中島みゆきさんが先ですね。それとカバーみたいな形で先っていうか作詞作曲の中島みゆきだろ。あ、まあ、そこが原曲でそこをカバーでって感じですね。でメッセージもいただいてますのでご紹介させてください、はい、大分県別府市でラジコで聞いております。ありがとうございます。先週お金を出して聞くほどのことは…なんておっしゃってましたが、私はテレビを持たない主義なのでニュースは辛坊さんからがほとんどで、 お金を出す価値はあるなって思ってます。ありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。そしたら私のメールマガジンをお取りいただくもういろんなものにお金を使わせようとしているついでに無料の YouTube も見ていただいて続きがありますのでいいですか、はい、で思うのですが、うん、私と周りの人たちとがコロナについての温度差が結構あるなと感じています。そうですね。平和に暮らすにはワイドショーを見ない方がいいかなって気がしています。あの、ね、これからも正しい情報をよろしくお願いします。まさにそれだと思うんですけど、うん、今全世界で世論調査を取って最近どっかで見たんですけど、はい、あの新型コロナどのくらい怖いですか、怖いですか、怖くないですかみたいなものを質問した時に日本は8割の人が怖いと答えます、うん、ね、まあ大体実感に合うかな。ところが人口あたりとんでもない数が住んでるスペインだとかイタリアだとかフランスとか含めて欧米で聞くじゃないですか、はい、アメリカですら確かね怖いと思う人 60% で、うん、イタリアとかスペインとかイギリスヨーロッパの場合は、ね、50% 切ってるんですよ。死者がたくさん出ていながら圧倒的に死者が多いスペインイタリアでもそうですね。だから日本で亡くなられてる方が千何百人も死んでるじゃないか。それはそうなんだけど、あの日本での新型コロナの死者のカウントの仕方はどんな理由で亡くなられても新型コロナに感染している場合はコロナと死としてカウントするということになってますから、うん、そんなことほとんどしてないんだろうなと思うのはシンガポールの死者ってここ1ヶ月2ヶ月ぐらい27人から動かないんですよ、うん、感染者数ってね6万人ぐらいいってますから人口の 1% 超えてますね。で日本で毎日どのくらいの人が亡くなってるかっていうと日本で毎日ね3000人ぐらいの方亡くなってるはずですよ。だって年間130万人死ぬわけでしょ、うん、そうすると一月10万人以上ですよね、うん、そうすると1日あたり3000人以上の方亡くなってるわけですよ、うん、はい、ね、そうするとシンガポールは人口が日本よりもはるかに少ないけれどもでも毎日何百人ぐらいは死んでるはずです、うん、で人口の 1% がもう新型コロナで PCR 検査で陽性が出てるということは毎日何百人死んでる中でたまさか新型コロナに感染していたという方は実は相当数いるはずなんだけど、うん、他の原因で死んでる人は新型コロナ死と認定しないからシンガポールの新型コロナの死者は27人から動かないんですよ。罹患していても別の要因で亡くなられたと考えられる。そう、まあ、脳卒中で亡くなったら脳卒中だし心筋梗塞で亡くなったら心筋梗塞、うん、日本は
これ6月の半ばに厚生労働省が指針を出して、それまであの自治体によってバラバラだったんですが、基本的にあの亡くなられた原因に関わらず、その方が新型コロナに感染している場合は新型コロナ死というふうにして発表されますから、データとしてカウントされますから。本来ならその複数の要因がある場合、その死因にいろんな要因がある場合ってどれを、いや、だからそうしてたんですよ、最初はそうしてたんです、うん、ところがね、あのそうすると何をコロナ死とするかによって自治体の発表がバラバラで、うん、で厚生労働省が指針を出してそういうふうにしたんで、6月の半ばに埼玉県が十数人バンって死者計上したんですよ。これどういうことかというと、それまで埼玉県は他の病気での死者だとその10人に関しては認め、見なしていたんだけれども、厚生労働省の指針が出たんで、その人たちをあのコロナ死として認定するのを、その方針の変更になった日1日にまとめて計上したんで、6月の半ばぐらいにあの死者がドンと増えてる日があるんですが、実はそれそういう背景なんです。でそれ以降は基本他の原因で亡くなられてもコロナに感染していればコロナ死として認定されるという制度になってますから、だから日本で千何百人亡くなられてますけれども、あの実際にコロナが主因で亡くなった方がそのうち何人ぐらいいらっしゃるのか、もっと言うならば超ご高齢の人たちであるとか超重い基礎疾患を持っている人を外して、純粋に新型コロナで亡くなられたとみなされる人が何人ぐらいかっていうと、おそらく日本は全世界最低水準だと思います。まあ、医療水準がいいということもあってですね、医療現場が頑張ってるということがあるんだと思いますが、となるとね、この単純に人口あたりの死亡率、まあヨーロッパに比べるとそれこそ10分の1とか100分の1とかそのぐらいの数字なんだけど、で東アジアで比べた時に多い少ないっていう人がいるんだけども、それってそういう背景もあるわけだから、もうシンガポールなんかものすごい勢いで感染が満タンで増えてるんだけど、亡くなられた方が27人で全く動かないって、あの日本みたいなカウントしてりゃありえないじゃないですか、それ。だからそういう比較はあんま意味がないんで、数字を見とくときにはそういうことも含めて読み解かないといけないんだけど、日本ではなかなかそういう冷静な数字の読み解き方って教えないのか意図的にしないのか分かんないけど、だから実態とかけ離れたイメージが広がってるなっていう感じはありますね。 WHO 指揮のもと、なんか同じ世界各国共通の基準にしてほしいですよね。だったらこう比較しやすいじゃないですか。今の WHO にそんな能力ないからなってなこと言ってるうちに次のコーナーの時間がなくなっちゃうよね。はい、湯煙、はい、美人さん、ありがとうございます。ありがとうございました。続いてはジュリアズ愛。このコーナーは私とえみこちゃんが最近気になっている情報を毎週交代でお届けするコーナーです。今週私が担当するんですが、はい、テーマは、はい、最近と言いますか今月先月ぐらいからですね、食品メーカー各社がそれぞれ公認の自分たちが出している食品でアレンジレシピをこう SNS で積極的に配信してるんですね。ほうほう、はい、で結構ユニークなものとか、あ、こんな使い方できたんだっていうものがあったので、はい、ちょっと今回ご紹介しようと思います。はい、でテーマとしてはハッシュタグうちで夏祭りっていうものが多いんですけど、じゃあそれ、まあ、それあの今年ちょっと夏祭りとか花火大会がなくなってしまったところが多い中で、家でもこうそういったお祭り気分を味わってもらいたいということで始まった企画なんですけど、はい、それとは別で結構斬新ななんか攻めてるレシピもあったので、まあ、それもご紹介したいと思います。はい、まず味の素さんから出てるものなんですけれども、はい、うん、これはまあ塩を使ったレシピなんですけど、うん、あのいちご飴をトマトでアレンジして作るんですね、家で。意味が分かんない。塩トマト飴、はい、今年そういうフルーツ飴がすごい流行ってますもんね。そう材料簡単ですよ。ミニトマト買ってください。何を言ってるのかよく分からない。分かりました。いちご飴想像できます。分かりました、うん、はい、ミニトマト買ってください。分かりました。いちご飴想像できます。いちご飴想像できます。あれをミニトマトで作るんですけど、はいはい、まあ、赤とか黄色のミニトマト買ってきて、ええ、であと砂糖と水とお塩があればできるんですけど、砂糖と水とお塩、はいはい、ミニトマトのヘタ取って竹串2個ずつ刺していくんです、はい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 、で刺していって、まあ、砂糖と水を合わせて、お鍋で煮詰めます。へーへー、強火でほんの色づくまで煮て飴を作るんです。へーへー、砂糖と水でね。ほうほう、でその中にミニトマト転がしながらこう飴をつけて絡めていって、最後塩を少々振るんです。ほうほう、で最後に油を塗ったアルミホイルに置いて冷ますと完成です。
これあの読み酒で売ってるリンゴ飴みたいなもんか。そうですそうです。だからそのミニトマトをいちごとかリンゴとかパイナップルとか別の食材に置き換えてもいいんですけど。ああなるほどね。それそうやって家でこうトマトバージョンですね。そうそうそう飴ちゃんができちゃうよっていうことです。できるだろうそら。家でしないじゃないですか。はい。今年すごいそのフルーツ飴が流行ってるんで。家でやるのもいいかもしれないですね。リンゴ飴とかイチゴ飴とかみかん飴とかああいうやつですか。そうですそうです。お店で売ってるやつ。家でできると楽しくないですか。あれ砂糖だけでできるんだ。砂糖とお水で。はい、お水で。あ、そう。結構コツがいるみたいです、ね。結構コツがいるの？はい。簡単そうなんですけど、綺麗にその飴ちゃんを綺麗にフルーツで切られる。じゃあどんどんいきますね。はい、時間がもう1分半ですね。はい、どんどんご紹介していきます。はい、続いてマロニーですね、はい。マロニーちゃんと油を用意してください。はい。でこれでスティックマロニーを作るんですが、よく居酒屋とか行くとなんかこう棒状のなんかスティックのなんか出てきませんか、おつまみみたいな、先に出てくるやつ、うまいよ、はい、なんかスナック菓子みたいな感じのやつですよね。そう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 、マロニーをアルミホイルの上に重ならないように広げて、はい、オーブントースターできつね色になるまで焼きます。ほうほう。でそれをフライパンに油薄く引いて弱火で熱して絶対に油絡ませます。それで完成。あとはカレー粉とかコンソメとかお塩とか胡椒かけて お好きにこうつけて食べるっていう、うん、お祭りとかそういうね、カリカリして美味しそうのが家で楽しめるよっていうのと、はい、ちょっともう時間なくなってきたので攻めてるレシピいきますね。あ、はい、知りたい。めんつゆ、まあ、これは使ってる人もいるのかな。めんつゆ1/2に、いつもお水とかこう濃縮タイプのものってお水で割るじゃないですか、はい、それを緑茶で割ることを公認のその山木さんが勧めてるんです。緑茶で割ると美味しいみたいなんです。で次行きますね、時間がないので、はい、井村屋の小豆バー、はい、ご存知ですか、はいはいはい、小豆バーでお赤飯ができるっていうのがあるんですけれども、白米3合を炊飯器にセットします、はい、でそこに小豆バー4本をスティックから外して加えます。通常の炊飯モードで炊くとあっという間、お祝いごとのお赤飯が出来上がるということなんです。いやそれちょっと味が気になる。ちょっと甘めのお赤飯みたいですけれども、井村屋さんが推奨しているレシピの中でもあのレシピ上げてるんですけど、はい、上位にランクインしているものです。ぜひあの試してみてください。時間が今日短かったですけれども、ジュリア在ここまでです。この後は天気予報とジローズセレクトの一曲を挟んでゲストコーナーとニュース解説後半戦です。お楽しみに。